お金の巡る力も二重となります。来年の金運に向けて仕込みのタイミングですね。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運上昇チャンネルに LINE アットができました。金運が上がる7つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。早いもので今年もあと1週間となりました。今年は36年ぶりに豪の虎年ということで金運が巡る年でしたが、27日は虎年の中でも最後の虎の日ということで、お金を使うことでお金を巡らせるパワーの強い最後の日となります。今回は前歴でもお金が巡る星が重なります。増えて帰ってくるところに使うことが鍵の一日となりそうです。虎年に始めたことがうさぎ年に跳ねますので、来年の金運に向けて仕込みのタイミングですね。どんなアクションが金運を高めるのか、27日の運気も合わせて今日はお話をしていきます。まずはじめに龍神とのつながり、場を極めるティン社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず27日の運気から見ていきましょう。12直は密、すべてが満たされた結果に終わると言われている密の日です。特にいい気分でいるといい出来事を引き寄せる日です。そしてチャンスが巡る自得日にいいニュースに気づく、駅場、音にヒントがあるメイベイツイと吉人が重なりますから、何かタイムリーな情報をキャッチしたら有益な情報がやってくることを感じさせます。虎の日と重なりますので、お金に関するニュースがやってくる可能性も高いようです。前歴を見ていくと、27日は金223、青い夜、白い風、おにの日です。豊かさを夢見ることでお金が巡る、お金の星が入っています。虎の日と重なりますので、チャンスの巡りも強くなりますし、お金の巡る力も二重となります。どんなことにお金を使っていくかが大切ですし、使い方によって返ってくるかどうか、さらに増えて返ってくるのかが変わってきます。日常でお金って毎日使うのに、使い方について学ぶ機会って少ないので、使い方に意識が向く虎の日って、それだけで機運にすごくいいなって感じます。繊細な白い風という星も入っていますので、普段気づかないようなことに気づく日です。何かチャンスへと発展していきそうですね。そして音から何かヒントがやってくる吉人が入っているんですが、前歴の白い風も音楽と関わりのある星なので、綺麗な音を聞くことや好きな音楽を聞くことからヒントもやってきそうです。音、耳というのは27日のキーワードですね。そして27日に大吉になることを見ていくと、人と会うこと、掃除、捨て活、契約の見直し、契約の解除、車の掃除、美容室、まつげや眉毛のサロン、脱毛などがあります。年越しの準備に関することが多いですので、何気なくしたことで吉が溜まっていきそうですね。そんな27日に金運が巡るアクションは5つあります。1つ目は音声で情報を入れるです。音に関することが情報やチャンスをもたらす日なので、耳から情報を取ることはとてもいい日です。家事をしながら YouTube を聞き流したり、ボイシーなどの音声配信を聞いたり、オーディブルなどで耳で読書をすることで、何か今のあなたにぴったりの気づきが訪れるようです。そしてやってきた気づきが変化やチャンスへとつながるような運気ですので、どんなことがやってくるんだろうってワクワクと楽しみにしながらアクションをするといいですね。白い風はスピーチャーな感覚も研ぎ澄まされている日なので、エンジェルナンバーが降ってくる時のようにキーワードで情報が降ってくるんじゃないのかなと思います。気になる音楽や情報が来たら調べてみることで、さらなる発展へと進みそうです。二つ目は心地よい音を聞くです。心地よい音や音楽を聞いた時って自然と心が洗われたり波動が上がったりしませんか？音って心にダイレクトに
響くので、音の力ってすごいなと思います。好きな音楽や心地よい音を聞くことは心をリセットし波動を高めてくれる上に、27日はそれが運気アップにつながる日なんです。そして普段僕たちは日常生活でいろんな音や声を聞きますよね。飲食店で隣り合わせた人の声や職場、そしてテレビや YouTube などいろんな言葉や声を聞きます。そうすると時には愚痴を耳にすることもあると思いますし、乱暴な言葉を聞いたり怒鳴り声を聞くこともあります。そういった言葉って聞いてても嫌な気持ちになりますが、運気的にも良くなくて聞くだけで邪気が溜まってしまうんです。そして運と波動の両方が下がっていってしまうんですね。どんな言葉を耳にするかってとても大切なんですが、聞かないように気をつけていても自分だけで過ぎるものではないんですね。ですので定期的に浄化をしてあげるといいんです。耳から入ってきた邪気は音で浄化をすることが相性が良く整えやすいんです。27日は耳の浄化をしながら運気アップも一緒にできるので、音の浄化がおすすめです。お家にティン車やクリスタルチューナーなどがあれば鳴らして耳とお家の浄化をするといいですね。ない場合は冒頭のティン車や最後の鈴を聞いていただくのもいいと思います。 YouTube でもソルフェージオ周波数の音楽だったり、クリスタルボールの動画だったり、あと焚き火やせせらぎなど自然の音などいろいろありますから、いいなと思う音を聞いて浄化をすることもおすすめです。また通勤中に好きな音楽を聴いたり、朝の準備をするときに好きな音楽を聴いて元気になったりいい気分になることもおすすめです。3つ目は地元の野菜や地面で育つ野菜を食べるです。27日は地面から金運が巡ってくる日なんですね。ですので地元で採れた野菜や地面になる野菜などが金運をもたらしてくれます。木の実や木になるものよりは土に埋まっているものの方がいい日となります。大根や人参、じゃがいもなど大地の木をたっぷりと含んだ野菜を食べることがおすすめです。おでんやポトフ、あとお鍋なんかも温まっていいですね。4つ目は毘沙門天様への参拝です。今年最後の虎の日ということで、ご挨拶に行くことも虎の日にぴったりのアクションです。毘沙門天様はご利益の多い神様で、金運、財運、商売、繁盛、福徳など以外にも戦いや勝利の神様として信仰していた武将もたくさんいらっしゃいます。知識や信頼、円満な人間関係など多岐にわたるご利益を授けてくれます。そして毘沙門天様は、この人はいいことにお金を使ってくれるな、世の中が良くなることをしてくれる、そう感じた人には宇宙にある無尽蔵の富を流してくれる宇宙銀行の決済所のような役割を持っています。ですので参拝に出かけたりリモート参拝でも大丈夫です。毘沙門天様にご挨拶をして、こんなことをして世の中にこんな風に貢献しようと思っていますというあなたの夢と、それによって世の中にもたらされる価値を伝えるのは、この日すごくいいアクションです。やりたいことの先には、それによって喜んでくれる人や問題解決をする人がいるからだったりします。そのことに思いを馳せて言葉にすると、自分自身でも使命を感じたり強いモチベーションになりますので、そういった点でもすごくいいアクションですね。エステサロンを開きたい人は、相手の悩みを解消して美しくなるサポートをしたい人ですし、パン屋さんは美味しいな、幸せだなってお腹と心を満たしてくれますし、お母さんは家族みんなが笑顔で暮らせるようにお家を守ってくれていますから、自分のやっていること、やろうとしていることが世の中にどんないい影響を与えるかを感じながら毘沙門天様にご挨拶をすると、毘沙門天様も感動した、素晴らしいって感じて金運財運を流してくださるんじゃないのかなと思います。豊かさを夢見るアクションも一緒に入っているので一石二鳥になりますね。5つ目のアクションは、心が満たされることにお金を使うです。いい気分でいるといい出来事を引き寄せる密の日ですから、いい気分になれることにお金を使うといい日です。自分が満たされることによって他の人にもと循環の輪が広がる日です。
お正月に食べるためのスイーツやお正月用に少しいいワインを買ってみたり、お休みの日用に読みたかった本を買うなど、自分をおもてなしていい気分でいると金運が巡ります。楽しんで年末年始の準備をしながら金運を高めていきましょう。今年最後の虎の日ですので、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではこの動画でお会いしましょう。